どうも皆さん、こんにちは。ジョーです。今回は防衛設備の説明をしたいと思います。では早速説明をしていきます。防衛設備は防衛施設と罠に分かれています。防衛施設は大砲、アーチャータワー、迫撃砲に対空砲、ウィザードの塔に隠しテスラ、巨大クロスボウにインフェルノタワーの合計8種類あります。罠はバネトラップ、爆弾に対空爆弾、ホーミング対空地雷に巨大爆弾、スケルトントラップの合計6種類あります。まず防衛施設から説明したいと思います。それでは大砲から。大砲は地上ユニットのみを単体攻撃できます。一発一発の威力が高いので、ヒットポイントが高いユニットを早く倒すことができます。次にアーチャータワーですね。アーチャータワーは地上と空中ユニットの両方を単体攻撃できます。一発一発の威力は大砲と違って低いですが、攻撃速度が非常に速く、ヒットポイントの低いアーチャーなどに高い効果を発揮します。また攻撃範囲も広いので汎用性の高い防衛施設です。迫撃砲は地上ユニットのみを範囲攻撃できます。攻撃速度は遅いですが、一発の威力が高く、アーチャーやゴブリンなどの天敵です。攻撃範囲は広いですが、画面のこの赤い範囲の内側は攻撃できないので、設置の時には注意が必要です。対空砲は空中ユニットのみを単体攻撃できます。空中ユニットしか攻撃できないなんて使えないじゃんと最初は思うと思いますが、タウンホールを上げていくにつれて、ドラゴンやラバハウンドなどの強力な空中ユニットで襲撃された時、対空砲がしっかりとアップグレードされていないと簡単に村を全壊されてしまいます。空中ユニットへの最大の対策となる防衛施設なので、タウンホールレベル5から6以降は優先的に上げることをお勧めします。次にウィザードの塔ですね。ウィザードの塔は地上と空中ユニットの両方を範囲攻撃できます。攻撃範囲は狭いのですが、固まった集団を倒すときにかなり活躍する防衛施設です。地上ユニットと空中ユニットの両方に効果的なので、とりあえずアップグレードするべき施設として名前がよく挙げられます。タウンホールレベル8まではタウンホールを上げたら、まず最初にアップグレードをおすすめします。隠しテスラは地上と空中ユニットの両方を単体攻撃できます。その名の通り襲撃を受けたとき、最初は相手から設置場所が見えず、攻撃範囲に入るか、村を 50% 以上破壊されない限りは相手から姿が見えない施設です。弊社で一番最後に作れる強力なユニットのペッカへのダメージが2倍と、ペッカ対策に非常に有効な防衛施設なので、壊しやすい位置よりかは村の中心部の近くに置いたりすると効果的な防衛施設です。巨大クロスボウは2つのタイプに設定変更ができる防衛施設です。どちらのタイプも強力で、どのユニットにも有効に働きます。1個目のタイプは地上のみを単体攻撃できるタイプ。こちらは攻撃範囲が非常に広いです。2個目のタイプは地上と空中ユニットの両方を単体攻撃できるタイプ。こちらは地上のみを攻撃するタイプより攻撃範囲が狭くなりますが、空中ユニットも攻撃できる利点があります。タイプの見分け方は、クロスボウが下を向いているのが地上のみを攻撃できるタイプ、画面のように少し上を向いているのが両方攻撃できるタイプです。インフェルノタワーも2つのタイプに設定変更ができる防衛施設です。どちらのタイプも強力で、インフェルノタワーの攻撃を受けている間はユニットのヒットポイントを回復することができません。1個目のタイプは地上と空中ユニットの両方に単体攻撃できるタイプ。こちらは相手ユニット1体に強力な攻撃を与えます。攻撃が当たる時間が長いほどダメージが増加するので、ヒットポイントの高いゴーレムなどに有効です。2個目のタイプは地上と空中ユニットの両方に複数同時攻撃できるタイプ。こちらは相手のユニットを最大5体同時攻撃をすることができます。インフェルノタワーから攻撃を受けている間はヒットポイントが回復できないので、ヒットポイントが低いユニットへの効果は絶大です。インフェルノタワーのタイプの見分け方は、今画面に表示されている炎の灯っている状態、こちらが単体攻撃です。こちらなんか格子状のもので囲まれているのが複数同時攻撃です。インフェルノタワーのタイプによって襲撃の仕方がガラッと変わることがあるので、判別方法を覚えておきましょう。防衛施設は以上です。次に罠の説明ですね。ではまず最初にバネトラップから。バネトラップは地上ユニットのみに反応し、ユニットを遠くまで飛ばしてしまう罠です。1個のバネトラップでユニットの収容数15枠分を飛ばすことができます。例えを挙げると、収容スペースが1体5枠のジャイアントなら3体、
収容スペースが1体1枠のバーバリアンなら15体飛ばすことができます。収容スペースが15枠以上のペッカなどは飛ばせないので覚えておきましょう。爆弾は地上ユニットのみに反応し範囲ダメージを与える罠です。一個一個の威力はそこまで高くないのですが、何個か固めて設置しておくとヒットポイントの低いユニットの集団を一度に倒せるのでおすすめです。対空爆弾は空中ユニットのみに反応し範囲ダメージを与える罠です。威力は低いですが、エアーバルーンなどの一つの施設に集まりやすいユニットには非常に効果的なので、ウィザードの塔や対空砲などの施設の近くに置いておくと空中ユニットからの襲撃を受けた時に大活躍間違いなしです。ホーミング対空地雷は空中ユニットのみに反応し単体ダメージを与える罠です。ガーゴイルには反応しませんが、エアーバルーンには反応します。威力が高く、レベルによってはドラゴンを一発で倒すこともできます。エアーバルーンに当たってしまうと少しもったいない罠ですね。巨大爆弾は地上ユニットのみに反応し範囲ダメージを与える罠です。威力も高いですが、ダメージ範囲も広く、地上ユニットからの襲撃を受けるときに大活躍します。またホグライダーに 1.5 倍のダメージを与えることもできます。ホグライダーからの襲撃を受けたときは防衛の鍵になる罠です。最後にスケルトントラップですね。スケルトントラップは地上ユニットのみに反応するタイプと空中ユニットのみに反応するタイプの2タイプあります。どちらも対応するユニットが有効範囲に入ったときに起動してスケルトンがユニットを攻撃して邪魔をします。地上タイプと空中タイプの見分け方は、今画面に出ているドクロマークが地上ユニット、コウモリマークが空中ユニットです。防衛設備の説明は以上になります。それではまた次回、バイバイ。